ヤギひよう七百756年7月15日は、中国東大の皇妃。聖和洋、縄玉館。妃は、皇妃としての順位を表す称号。幻想皇帝の長期。幻想皇帝が長愛しすぎたために、安史の乱を引き起こしたと伝えられたため、渓谷の美女と呼ばれる。世界三大美人の一人で古代中国四大美人の一人とされる。壁画等の類推から、 当時の美女の基準からして、実際は、傲慢な女性であった。また、最地があり、美琶をはじめとした音楽や舞踊に、多大な才能を有していたことでも知られる。八木ヒズ、高雲や筆生稼働文庫美術館像一家、生涯についての記述は、旧当女、新当女、史実眼によるものとし、それ以外は出展を明らかにする。八木ヒの増職集出身。本籍地は、 カバノ州、エ楽ラク県。北儀の紀州志士の陽順の末裔にあたる。職州志度の陽元炎の四女。姉に、後の韓国夫人、国夫人、新国夫人がいる。陽元炎が、職州の四後三軍在任中の6月1日に生まれたと伝えられる。四川には、落ちひちというやぎひが幼い頃に落ち込んだと伝えられる池がある。幼い頃に両親を失い、 おじの妖言の家で育てられた。常名録によると、諸に住んでいたとき、という生の三夜に住む因子が彼女の人相を見て、この娘は将来、大富大器になるであろう。皇后と同等の尊貴にあるだろうと予言し、さらに、またいとこのよう国ただの人相を見て、将来、何年も、朝廷の体験を握るであろうと告げたという説話が、残っている。 海原天保維持によると、洋原園は若い頃に持っていた刀は、猛獣や盗賊が近づくと警告するように刀が音を発したと伝えられる。また、八木ヒが父母と別れる時、寒い日であったので涙が赤く凍ったという説話を伝えている。生まれながら玉冠を持っていたのでその名が付けられたというものや、また、姿衆の庶民の出身であり、 生まれた時に室内に方向が10万社余りに、美しかったのでよう減塩に売られたという構成の、俗説もある。735年、元僧と竹慶比の間のこのこと武きを利舞の日となる。利舞は、竹慶比と最小の利林保の後押しにより、皇太子に押されるが、737年、竹慶比が死去し、翌年、寒官の皇力士の勧めで、利が皇太子に作立された。 740年、元奏に見染められ、長安の東にある温泉宮にて一時的に女同士となった。これは、息子から妻を奪う形になるのを避けるためであり、実質は内縁関係にあったと言われる。その後、宮中の太子佐野宮に移り住み、元奏の高級に入って、皇后と同じ扱いを受けた。養玉館は、が美しく、で理想とされた。 豊満な死体を持ち、音楽、楽曲、歌舞に優れて理髪であったため、幻想の意にかない、高級の人間からは、上司と呼ばれた。長根家伝によれば、髪は艶やか、肌はきめ細やかで、体型は程よく、物腰が柔らかであったと伝えられる。浮世絵師、細田秀幸によって描かれた、八木ヒ745年、奇肥に作立される。洋夫都市新外伝によると、 初めての幻奏との越見の際、芸奏羽衣の曲が演奏され、幻奏は、徳、高子という新曲を作曲したと伝えられる。父のよう玄縁は、兵部少書、母の李氏は、両国夫人に追贈され、また叔父のよう慶は、光六鏡、いとこのよう森は、伝中召喚、いとこのよう叶えは、馬といに封じられる。さらに、よう叶えは、幻奏の学娘である。 大化公主と婚姻を結ぶこととなった。陽森、陽家なと三人の姉の五家は献声を振るい、陽一族の依頼への官長の応対は、御事のりに対するもののようであり、四方から来る人物を送る使者は門を並ぶほどであったと伝えられる。746年には、嫉妬により幻想の意に逆らい、陽森の屋敷に送り届けられた。しかし幻想はその日のうちに機嫌が悪くなり、 側近を持ちで叩き始めるほどであった。この時、高力士は取りなして、陽家に贈り物を届けてきたため、ヤギヒは大家公主の家を通じて夜間に高級に戻ってきた。幻想は、ヤギヒが戻りその罪を浴びる姿に喜び、多くの芸人を呼んだと伝えられる。それ以後さらに、幻想の寵愛を独占するようになった。その後、繁謡。 平ら節度詩の安六山の誓願により、安六山を養子にして、幻想より先に拝礼を受けた逸話や、安六山と彼女の一族が義兄弟姉妹になった、話が残っている。748年には三人の姉も国夫人を、授けられ、毎月十万銭を化粧代として与えられた。陽森は上柱国に、またいとこの陽国ただも御詩中進むに昇進し、 外籍としての地位を固めてきている。幻想が、有効するときは、ヤギ火がついていかない日はなく、彼女が馬に乗ろうとするときには、高力士が手綱を取り、無知を渡した。彼女の院には、絹織の工人が700名もおり、他に装飾品を作成する工人が別に、数百人いた。県政にあやかろうと、様々な健上物を争って送られ、特に珍しいものを送った。 地方官はそのために昇進した。750年にまた、元奏の機嫌を損ね、九十を出され屋敷まで送り返される。しかし吉音が、よーく似ただと相談の上で、鳥なしの上奏を行い、ヤギヒも髪の毛を切って、元奏に送った。元奏はこれを見て驚き、高力士に、ヤギヒを呼び返させた。洋夫都市新外伝によると、それ以降さらに愛情は深まったとされる。 751年、安禄山が入庁したとき、安禄山を大きなおしめで包んだ上で女官に腰に、担がせて、安禄山を湯船で洗うと述べて、幻想を喜ばせた。しかしその後も、安禄山と食事を共にして、夜通し宮中に入れたため集文が流れたという。752年、リリンポの死後、ヨークニッタダは、唐の体験を握った。この頃、 妖盛と新国夫人は死去するが、韓国夫人、国夫人を含めた妖一族の応暴は激しくなっていった。また妖国ただは、戦争を行った上で外政に失敗して、大勢の死者を出し、安独山との対立を深めたため、妖一族は多くの恨みを買うこととなった。754年、ヤギヒの父のよう元元に、大尉、聖国公、母の李氏に、 ハリコクプジンが追贈され、おじの養元原は、後部証書に任命される。養一族は、党の皇室と数々の縁石関係を結ぶが、安独山との亀裂は、決定的になってきた。宝山両母の壁画、八木秘境王武将行図、養父都市新外伝などに、740年に高級に、入った時から755年までの八木秘に関する、多くの伝承が伝えられている。 洋太志新外伝によると、洋一族の流星と、王暴、幻想のヤギヒエのあまりの長愛に、女を産んでも悲しむな男を産んでも喜ぶなという流行り歌が、長安で歌われ、幻想と共に、たびたび凶暴の芸人たちの音楽、歌舞、儀芸、あるいは文人たちの司会を見て楽しんでいた。ある日、幻想が賞を招いて、 演を行ったところ、木蘭の花の様子に、玄想が不況を感じていることを見て取り、酔いながらも、芸奏羽衣の曲の舞を踊って取りなし、玄想を喜ばせたことがあった。別の日、玄想が作曲を行った演奏会では、琵琶を担当し、王や軍主、八木ヒの姉妹は、皆彼女を死と仰ぎ、一曲作成するごとに、多くの贈り物がなされた。この演奏会の時、 シャーバンという義女に与えたくれない泡玉の腕輪は、高ウから得た宝物であった。金の名手でもあり、リエの学人ですら叶うものがなかった。彼女の琵琶は、ラサの段で作られた、食の地から献上されたもので、その弦は、西方の異国から献上された木糸でできていた。形は、間の緑玉を磨いたものでできており、飾りの華やかさは当代並ぶものがないものであった。 また彼女の紫玉の笛は、ジョーガからもらったものであるという伝説もあった。また、両衆という歌を自分で作曲し、死後に幻想によって世に広められたと伝えている。京ヨロコビグルの人工帝において、幻想が李白に作詞させり亀念に歌わせた、清志表情詩において、李白の詩に自分を超飛炎に例えた部分があった。このことを好力詞に指摘され、 侮辱と思い李白の簡易授与を妨げた。そのため玄奏が、張飛炎の話題を避けた話や、そなたなら風に飛ばされないとからかった説も伝えられ、八木ヒが豊満であったのではという説の根拠となっている。なお、この話題を出したとき、八木ギが、芸奨派衣ははえますのにと不機嫌になったため、玄奏は、工芸という名の屏風を送っている。また有名なエピソードとして、 ヤギヒが霊子を好み、ミネから都庁安まで早うまで運ばせたことも伝えられる。玄想が毎年10月に火星宮に赴き、その冬を過ごすときにヤギヒが同じ腰に乗り男性楼に住みれんげゆという温泉に入っていたことも知られる。他に玄想と共に二つが合わさったみかんを食べて、その姿を絵に描かせた話や、ミネから献上された白いオウムに、 雪衣女という名をつけ、人の声を完全に使えたため、多神業を覚えさせたが、ある日、鷹に掴まれて殺されたので埋めて大むずかと名付けた、話がある。また、安毒山に、八木ヒ自身からも多くの贈り物を送っている。幻想が神脳と碁を打っているとき、想が負けそうになると、陳を離して、碁番を崩し、幻想に喜ばれた。また、つけ曲げで髪を飾り、 黄色のチュンを好み、龍脳をつけていたため、遠くまでその香りがして、衣を通してその香りか、ヒレに映るほどであったとも伝えられる。755年、6月の彼女の誕生日に幻想は、火星宮に赴き、朝青殿において、新曲を演奏し、ちょうど南海から雷地が届いたため、霊子港と名付けた。この時、随住の進化からの歓喜の声が山々に響いたと、伝えられる。 二日酔いに苦しんだ後、庭の花の牢を飲んで灰を潤した節は、玄奏と共に、ボタンの花の香りを嗅いで酔いを覚ました。節は、豊満な肉体であったため夏の暑い時に口に玉でできた魚を入れて、暑さを癒やした節はがある。また、玄奏との酒の竹縄に、玄奏が寒岸を百余人、八木日が九条百余人引いて、高級に置いて、両人に分かれて、 戦争国交を行った。これを風流人と呼んで、敗者は大きな嗅覚の酒好きで酒を飲み談笑したという説話が残っており、これは後に画題にもなっている。改元天保維持によると、ヤギ日は夏になるとよく汗をかき、匂いを放っていた。汗を溜めた肌は赤く見え、ぬぐっとその赤色があるのに映ったという。白、巨意の死、新画風の一種、古戦女では、 ヤギヒは、五千枚という西域から捕らえした枚を待っていたという描写がある。ヤギヒの墓755年、ヨークニタダと激しく対立した、安禄山が反乱を起こし、洛陽が陥落した。この時、玄宗は申請を決意し、大使李徹に国を任せることを画策したが、ヨークニタダ、韓国夫人、国夫人の説得を受けた、ヤギヒは土を口に含んで、 自らの死を恋、元想を思いとどまらせたと伝えられる。その後、東側の復元帥である、光泉師は処刑され、歌、助官が代わりに復元帥となり、道官を守った。756年には、家助官は、安六山側に大敗し、捕らえられ、道官も陥落した。元想は、首都長安を抜け出し、食地方へ出奔することに決め、八木日、陽ーにただ 高力士、リポールらが同行することになった。しかし馬会に至ると、乱の原因となった、ヨークニタダを強く憎んでいた、チン・ゲンレイと、兵士たちは、ヨークニタダと、韓国夫人たちを殺害した。さらにチン・ゲンレイらは、アゲンソウに対して、俗の本として、ヤギヒを殺害することを要求した。ゲンソウは、ヤギヒは、不可遇にいて、ヨークニタダの無本とは、 関係がないと言ってかばったが、高力士の進言によりやむなく、ヤギヒに自殺を命ずることを決意した。養父都市新外伝によると、ヤギヒは国の恩に確かに背いたので、死んでも恨まない。最後にフッツを拝ませてほしいと言い残し、高力士によって意志させられた。この時、南方から県上の雷地が届いたので、元想はこれを見て、改めて嘆いたと伝えられる。 チンゲンらによってその死は確認され、死体は郊外に埋められた。さらに安禄山は、ヤギヒの死を聞き、数日も泣いたと伝えられる。その後、馬界に住む女性が、ヤギヒの靴の片方を手に入れ、旅人に見物料を取って見せて大金持ちになったと伝えられる。幻想は後に、彼女の霊を祭り、長安に帰った後、回想を命じたが、 レ部ブジ力からの反対意見により中止となった。しかし幻想は密かに観覧に命じて改装させた。この時、残っていた二式の香袋を観覧は献上したという。また幻想は画工に彼女の絵を描かせ、それを朝夕眺めていたという。火星池にある八木ヒ入浴像、八木ヒ死後50年経った806年頃に幻想と八木ヒの物語を題材にして、 白巨位が長編の監視である長婚家を陳広氏が小説の長婚家伝を制作している。きっかけは王室夫を加えた三人で占有時に見学に赴き、その時に八木人幻想皇帝の話が上がり、感動した王室夫が白巨位に後世に残すために読み上げることを進めたためであるという。また、白巨位も陳広氏に物語として、 伝えるように進めたと伝わっている。内容は以下のようである。ヤギヒの映画と最後について語った上で、ヤギヒの死後のこととして、幻想が同志にヤギヒの魂を求めさせる。同志は魂となり、方々を探し、会場の山に大野誠という戦女がいるのを突き止め合いに行く。それこそがヤギヒであり、同志に、 小箱とかんざしを二つに分けて片方を託し伝言を伝えた。幻想とヤギヒが七月七日、調整殿で二人で日欲の取り、連里の枝になりたいと誓ったことと、この恨みは永遠に尽きないだろうということであった。平等な一体としての男女の永遠の愛の誓いを歌い上げた長婚家は広く世間に留布した。このため、 ヤギヒの物語は後世にまで広く伝わり、多くの文学作品に影響を与えた。旧当女、新当女ともにつてに、表はなく、幻想を通した間接的なものしかない。また、ヤギヒの生前においては、同じ当代の不足点に見られたような直接的な、通列な批判は存在しない。李白が、清氏表情史、宮中降落史において、ヤギヒを張飛炎に例えたことは、 どのような偶意か定かではない。しかし八木ヒ氏を同時代の徒歩が愛、江頭では八木ヒの死を痛みながらも北西では法治、脱期に例えて強く批判している。また、白、巨や陳広氏も八木比を国を傾けた有物と評している。これが当時の史大部の一般的評価と推測されるが同時に長魂化によって美女伝説も生まれていたとみられる。 超根家の後に書かれた東大の小説、終身行記では、主人公の牛僧樹を出迎える幽霊の一人として登場し、その美貌を称えられながらも、幻想をサブローと呼び、何度も火星宮に赴むくという批判を加え、大僧の皇后である陳氏を陳ーと呼ぶなど、貴重の激しい女性と描かれている。ヤギヒ自身の実像がはっきりしないことが殉職が加えられる要因と考えられ、 また、八ギヒの死後、東王朝はその勢いを取り戻すことがなかったため、政党の時代を象徴する存在である意味合いが強いとされる。その後、宋代に、生死、改元天保維持、名講雑録、東国司法、彫根家伝、有用雑訴、単品録、改元墨新記などをもとに編纂した、洋服都市新外伝にと、八ギヒ説話がまとめられ、様々な文学によって取り上げられ、 真の朝廷伝の成立へとつながり、新代の儀曲を代表する作品となっている。その中では、渓谷の悪女と美女双方の側面を持つ八木秘蔵が描かれている。後世において民間で神格化されて、ボタンの家臣として祀られる。現代では、八木秘自身は政治にあまり介入しておらず、土木工事など大規模な贅沢。 他のコーヒーへの迫害などほとんどなく、幻想や洋国ただら一族との連帯責任以外は、あまり問えないと評されることが多い。前頭史に、ヤギヒが作成した漢詞が一種、記載されている。ヤギヒが、火星宮において、次女のチョークも姿に、芸奨派衣の曲を回せ、それを題材に読み上げ、幻想に見せたものである。ヤギヒやギヒが着用したことが起源とされている原株と、 ありがとうございます。